俺はアーリアを生徒会長として推すことにした。お兄ちゃんがアーリアさんに寝取られた。寝取られてはねえ。くっそ、このおっぱいセーター、私の C カップじゃ満足できなかったというのか。あの E カップ各水中にたぶらがされおって。ブスとか生々しいこと言うんじゃ。冷静になれよブラジャー。いやブラザーE カップより揉める C カップの方が断然いいだろうが。どっちも揉んじゃいけねえけど。よっしゃ来いや俺、優しくしてください。なんでそんなノリノリなんだよ。どうする、妹のファーストパイタッチ奪っちゃ。パイタッチ言うな。なんてね、小学生の頃にすでにお兄に奪われてるもんね。そんな記憶は。え、マジで。お兄ちゃん忘れちゃったの。これは私が小学2年生の時。え、鬼ごっこの最中に正面衝突して他に顔面ダイブした上、右乳をがっつり揉んだこと。こんなミラクルを起こした覚えはねえ。コテのラッキースケベイベントを捏造すんな。今舌打ちした。ったく、あの頃はお前喘息がひどくてほとんど外に。それが今やこんなに健康優良児。中学以来風邪もひいてない。もう少しおとなしくしてくれてもいいんだが。知ってるだろうが、家と学校では。謝るな、甘やかせ。お願いします。